グッタグッタグッドバイロンでございます。死ぬまで映画紹介チャンネル、今回はドラゴンボールスーパースーパーヒーローについて語りたいと思いますので、最後までご覧ください。どうぞ。ぶっちゃけ今日のドラゴンボールどうでした？今日のグッドバイロンでちょっとあげようと思うんだよ。みんなが期待してたのが違うけど、前回のグローリーのがまだちょっと待ってた。それでもちょっと迫力がちょっと微妙だった、うん、薄味だった。薄味ラーメンかな、うん、フリーダの方がまだ面白かった。最下位になっちゃうね、面白さで。あとどういう状態かもよくわからない、うん、ご飯のあの姿が見たい。あ、覚醒したご飯も父さんだけでも勝てなかったかもしれないって。いやいやいや、今回のそのレッドリボン軍が本当に敵でいいのかっていうのも疑問だよね。あとゲロの孫セット、なんかディズニーのなんかキャラクターのやつで似たようなの作ったような、似た似た。あとガンマ兄弟っていうか、ガンマ1号2号でしょ。何セルだっけ？セルマックスね。セルマックスか。やっぱ俺の言う通りセルラスボスだったじゃん。なんか機能がないセルみたいな感じ。なあれだよ、要はバイオグローリーに似てるよね、うん、ジレンとかただ回想シーンで出ただけだから。うん、みんなの好きは身勝手な構えで出てこない。あ、悟空でしょ。悟空悟空、うん、修行してただけじゃん。あとはベジータがさ、あれになるじゃん、なんだっけ、破壊神みたいになる。うん、力なんかそんな感じのやつだったかな、漫画のやつ。3年に1回のペース早くなんか普通にやってほしいわ。あのデジモンが終わってやらないんだ。あ、デジモンゴーストやってんのか、うん、ちょっとデジモンにがっかりして。もう俺もドラゴンボールというよりデジモンにがっかり。もうやらない方が良かったんじゃない、そのこと。うん、無印ちょっとあの怪我したって。ドラゴンボールの、うん、じゃあいいところはスーパーヒーロー、やっぱ過去の回想シーンだから、もう昔の世代の、うん、まあ、ドラゴンボール見てた人たち、過去の回想シーンで言うともうニヤニヤ止まんないんですよ。カリン様出したり、あ、まあ、今じゃもう戦闘力ゴミくずいから。昔カリン様は結構強いキャラだったの、うん、あ、確かに強さのインフレが続きすぎて、ご飯会よりピッコロ会にしてる。ピッコロさん大活躍、金色ピッコロさんの地位、なんだっけ、自分で言ってたよね、オレンジピッコロみたいな。長老様だっけ、大長老様だっけ、なんか力の解放をしてるやつ。ああ、そうそうそう、ドラゴンボールで願いを叶えて。フリーザ編じゃん、ナメクセ編か。そうそう、最長老様じゃん。最長老様だ。まあアルティメットご飯見れたし、やっぱ青年のご飯よりやっぱ少年ご飯の方が好きなんだよな。フリーとの戦いがちょっと残念だけど、巨大化セルは確かにいいんだけど、なんか理性がないよね、暴走みたいな、弱点作ってたとかそういう。なんかああいうシーン、ワンピースで待ったような気がするんだよな。フィルム Z の時と同じ場所で戦ってる感じする。強い者同士が戦ってるみたいなやつ、なんかちょっと期待してみて。評価低いんじゃないかな、思ったより。じゃあブロリーの方がまだ戦闘シーン多いし、なんか最後の主題歌、アベンジャーズのテーマソングバクってる気がする。そうだね、あんなリズムになった気がする。そこちょっとがっかりした。最後に悟空とベジータが戦い終わったシーンちょっと流した。流したね。あれ立ち上がって帰りしていたいたよね。4、5人ぐらい我々の目の前で帰ってったの。残っててよかった。だって俺エンドロール見て、うん、真っ暗に完全真っ暗になるまで俺だって立たないの、奇跡。こっちお金払ってんだろ。正面我慢してたりしない限り見て。要はあれだよ、マグロを頼んだのに食べずに帰ったのと一緒。俺が今回三浦春馬さんの何ちゃらみたいな感じでテレビ見えなかったの。残念だ。まああれ分かってたんだけど。じゃあ新ウルトラマンと比べてちょっとって感じだったな。新ウルトラマンの方が面白かったかもしれない。新ウルトラマンが分からない。やばい、がっかりした。正直言うとハイロン的すげえがっかりしちゃった。やっぱ声優さんのあれかな、衰えもあんのかな。声優さんの衰えもあるけど、
脚本かな。アニメのなんかあれもちょっと変えたよね。映像が違うの。映像が違うに違ったり、あとビルス様のいらないエピソードいらないシーンが、あの子可愛いみたいな、そういうシーンがなくて、あれもビルス様のさ、普通に山ちゃんね。うん。そうだ、若い女の子に手出して山ちゃん。本当その通り。ビルス様もその姿見てる。あんなこと言わないもんね。うん。設定変えたんじゃん。今日の人たちなんかあんま笑ってなかったし、笑い要素あったのに。一番まずなのはどっちかというとベジータがいない映画見させられてほぼいない。そうだね。みんなも悟空とベジータ見たら1時間最後セリのところでさ、悟空とベジータギリギリできちゃったら2人みたいな感じで、うん、出してほしい。ファンサービス。次の作品も撮ってるのかもしれない。かも。他の宇宙のやつだったらみたいな。宮野守とか声優結構起用してたのにな、うん、リヴァイ兵長とか。あとレッドリボン知らない人が見たらハテナしかない。うん。ブラック総選、ブラック総選だあれ違う。将軍だね。将軍だ。肌が黒い。赤色くくりあれでしょ。マゼンタでしょ。ブルー将軍好きやったんだよ。え？ブルー将軍。お前に入れんじゃん。ブルー。ブルー将軍強いじゃん。なんか雑魚って言われてるけど。一般人の方が強いでしょ。特に超能力使えるし、鍛えれば強くなったと思う。タオカイパにやられたよ。うん、やられた。ベロで。サタン。サタン、サタン。サタンの師匠って殺されたんでしょ。そうなんだ。あ、なんか言ってた気がする。タオカイパイ。じゃあ評価で言うと、うん、5段階だとどれぐらいですか。はっきり言ってくださいよ。何回だと、甘口で言うね、3.5 ぐらい。いや、高くない。俺はだから甘口って言ったじゃん。じゃあ辛口で言うと、辛口だったらね、星1つの半分ぐらい。俺言ってあげようか、うん、俺1だ。真剣な評価でございます。真剣な評価 で辛口ということ。決していいとは言えなかった、うん、おすすめはできない。長い時間見させられてたもん。満足感が強いです。1時間半、1時間40分か、うん、ちょっと正直アクションのところで眠たかったんだよ。前回俺は無料で見たんだけど、逃げたんだけどさ、うん、満足感がやっぱあった。あれだったらお金払ってもいいと思って今まだあれだよね、うん、まだ この流行り病がなかったですよ。今回の前に1000円で800円ぐらいの映画の、前回が2000円ぐらい。価値あるじゃん。価値ある。あとブロリーがなんかちょっとモブキャラみたいになってたからな。モブは良くないよ。だってあんな悟空たちを苦しめた野郎がモブキャラだもん。あとお前の言うビルス様もなんかモブキャラになってたし。モブキャラ多かった。なんか全王様出なかった。あとブルマとピッコロってこんな喋んのかと思ったの。仲良くなかった気がする。あんま喋ってない。あとピッコロさんをなんか送り迎えさせたりとか、ぬいぐるみ飾ってるキャラみたいな。本当に鳥山さんなんだろうな。まああれ鳥山衆がちょっとした。結果的には戦いばっかだから、まああんまりがこういうのもかな。そうだね。戦いしか能がないアニメだと思われてるか、人によって。あれだよ、仮面ライダーと一緒だよ。ベジータ倒して落ち着いたと思ったら、うん、今度はいっぱい人死んじゃった助けるためにはドラゴンボールなんところに行かないぞって。惑星ナメック星までパーッとやって、今度はフリーザの戦って。ぶっちゃけ言っていい、鬼滅の刃の無限列車編の方が面白かった。悪いけどドラゴンボールより強くいかれてるみたい。戦闘力が向こうの方が上だった。マジでさ、銀座人間もさ、インパクトが薄い銀座人間だから、銀座人間ネタも尽きてるよね。オワコン化してるってことでしょ。魔人ブー目覚めてなんかおかしくなるみたいな感じが来ない。あ、でも魔人ブー関連の話は確かなんかある、私ある、あるらしい。そうなんだ。俺も漫画全部ちょっと読んでないから分かんない。よかったね。もらいました。入場者プレゼント。
これです。どっちだって、そのご飯か僕どっちだ。こんな感じです。どっちでもいいよ、うん、あ、でもご飯がいいかもしれない。今回で教えてくれるかな。いや、わかんないけど。